よ、ティキトです。さあ今回はですね、皆さん猫ミームって知ってますか？まあ、最近ねめちゃくちゃショート動画とか、あとはもうネットインターネットでめちゃくちゃ流行ってるんですけど、例えばこちらとか、まあ、あとはねもうこれちょっと今多分出てると思うんだけど、はぁってやつとか、あとはドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥンレッツゴードゥンドゥドゥンドゥンドゥドゥンっていう、まあ、猫ミーム最近流行ってるんですけど、今回ねこのロブロックスで、まあ、いろんな世界中で流行ったミーム、そうミームって何かっていうと、海外とかでねこう流行ってるなんかこう猫とか、まあ海外とかでこうインターネットでこうなんかちょっとネタにされてるみたいな感じのキャラクター、まあ猫もこのバナナキャットとかもそうよね、こうショート動画とかよく見るでしょ、これもミームです。なんで今回いろんなミームを今回探していこうと思います。というわけでこの動画を始める前に、猫ミーム知ってるよって人ぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。そしてみんなの好きな猫ミームぜひコメントで教えてください。はぁとかねよし探していきましょう。テキトチャンネル、さあ行くぞなんでナルト走りなの、この走り方はなんかのミームなのかな。まあ、とりあえずおえこれ何ブラスッシーフェイス、おいスッシーフェイスってなんだよ。あ、これか。スッシーフェイス。これスッシーフェイスに変身できたりする？あ、変身できるわけではないのかな。じゃ、今回このミームを、まあ、とにかく集めていくってことか。待って。なんかワンちゃん、なんかワンちゃん見えるな。あれはミームなのか。あ、見て。210分の1。つまりこれ多分210個ミームがあるんだよ。多くね?210 個。待って、なんかあるぞ。これ何グノム。誰誰このおじちゃん。なんで片方だけ前習いしてんの。で、これは誰だろう、なんかイケメンだな。なんでなんでそれはでかくなんの、なんで今全画面表示されたの、それが謎なんだけど。あ、待って。なんか腐ったスキビディトイレみたいのいるな。これ登れる？見てて、これ登れそうじゃん。あ、いけるいける。これヘリコプターの中になんかあるでしょ。ちょっと今回何これサクセスベイビー、成功したベイビーサクセスってこと？こんなミームあるんだ。今回ちょっとねみんなが知ってるミーム集めたいね。お、なんかあるぞ。やばい、よいしょ、よしギリギリ。これ何？あ、サクセスベイビーじゃない？これハスブルラ誰だよハスブルラ。そしてこれは、あ、笑う絵文字。あ、なんかこれはなんか知ってる気がする。かわいいね。え、あ、待って、これベンじゃない、これトーキングベンのベンじゃない。これ何？めっちゃおならしてんだけど。えあ、メググリフィン。どうしたの、アサギ。アサギ本物の猫今ここにいるからねアサギちゃんここにいるからね。お前めちゃくちゃ臭そうなんかもう逆に癖になってる顔してんな。なんかこの匂いよく嗅いだらいけるぞみたいななんでそんな顔してんの。よし、今ね8個見つけたね。まあ、50個ぐらいは今回見つけたさあるね。さあ次はここら辺にもミームありそうだな。これは、待って、なんかあるぞ。ゴードン・ラムゼイ待って、誰かゴードン・ラムゼイ何のミームか教えて。何で有名なの。お、なんかいる、モルシュ。やばい、やっぱ海外のゲームだからこうまだまだ知らないミームがたくさんあるね。ちょ、知って猫ミーム欲しいな。お、あ、これシグマじゃない待って、これわかるぞ、シグマフェイスじゃない。そしてこれはにミーム、お、ドージェ、これ有名だよね。ドージェ有名じゃない。この顔この顔もロブロックスやってる人みんな見たことあるでしょ。これは、これ違うか。いや、あの上ってどうやって行くんだろう。えい、あ、シグマ来たこれ知ってますか皆さん。まあ、知ってる人は多いと思う。お、なんかアニメのキャラクターみたいのいるよ。これ誰、お兄ちゃん、アニメガール。え、待って、お兄ちゃんお兄ちゃんって言ってた。え、アニメガール、これ絶対日本が発祥でしょう。多分日本のアニメキャラが、まあ、ちょっとこう海外で人気になったのかな。そう、次は、お、
エブロックス CEO、 これ誰、あ、これ、え、あれ、これ、これビル・ゲイツじゃない、ビル・ゲイツじゃねえか大企業社長の CEO のビル・ゲイツさん、お、すごい、経済をもう一回上がって下がっちゃったところをね、やっぱビル・ゲイツさんがゴーンとね、経済を発展させたと。お金ください、200万ドルください。お、これ何、なんかパスワード書いてある。あ、待って、これスヌープドッグのこれこれじゃん、え、これ欲しい、何これ、コードはレモネードスタンドの後ろにある。レモネードスタンドってどこ、何これ、え、同時あ、同時っぽい見た目ってことね。レモネードスタンドってどこだろう。レモネードが売ってる場所の後ろにあのコードがあるらしいわ。え、待って、これ結構奥が深いゲームなのでは。でも猫ミーム欲しいな。猫ミームね、できても最近はやハマってるんですよ。ドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥンドゥドゥドゥン、えっ、ドゥンドゥンドゥドゥドゥン、あれマジで何なの。そう、あとね、Hey, hey, 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 I don't like your girlfriend みたいな、あれもね好きなのよ。もう今ね、編集者さんがわざわざここにね毎回ミームを載せてくれてるけど、すいませんね、もうテキトがねミームをやるたびにね、あの動画ここに出ますから。ハッピーハッピーハッピー他なんだろう。あ、待って、ヌーブくん、ヌーブくんとかもさ実はミームになってる。あ何これ、何こいつ、え、ダンシングトゥース、なんだよそれ、え、何これ、あ、これダンシングしてんのか。待って、うんちくんあるじゃん、待って、うんちくん取りに行きたいな。これいけんじゃない、頑張れ頑張れ、おー、いけるいけるいける、来た、ポップエモいエモくねえわ全然エモいから一番遠い存在だろお前は。これなんかさ、こっから登れたりすんじゃない、これ登れない、あ、無理か。あ、ちょっと待って、これダメージ食らっちゃう、ダメージ食らっちゃう、待って、なんかすごいいるよ誰かいるよ、これ誰だ、えい、あ、待って、リアルマインクラフトの村人、待って、村人鼻すご鼻がもうなんか武器みたいになって、口すご口もう嫌なことがあった日かける5みたいな口してる。ちょっと離れとこう。お前は誰だ、めちゃくちゃガン決まりな、お前は誰だ、あEDP445 誰だよあ、待って、なんかヌーブくんみたいのいるな。ちょっと今回、あ、待って、奥に、あ、結構あるね、はい、うん、お、あ、オフ、これ今なくなっちゃったけどあの、うん、ロブロックスってさ、あのやられた時にオフって言うんだけど、それだ。そしてこれ、この雑なソニック、これミームだったんだ、サニックソニックではね、なくサニックなんだ。待って、ちょっと猫欲しいな、猫ちゃん、えあれ、クラロワの、待って、クラロワのホグライダーいいんだけど、ホグライダー、これクラロワやってる人は分かるやつね。敵ともクラロワ結構強かったからね。よしよし、さあ他、これさあ猫ミームないの。バナナキャットとか絶対いるよね、もう完全にミームだもん、バナナキャット。ハッピーハッピー、お、これ何？ベアン、あ、オタク絵文字。これオタクなんだ。メガネでかすぎねえか、それにしては。これは？お、え、何これ ？101109。え？109。何の数字だよこれ？お、なんか、あ、大砲じゃないこれ？これ大砲の中入ったら？お？おお、海を越え、え？これなんかミスったな。これどっかに着地できるのかな、多分。なんかすげえのいる。これボスベイビーの変なバージョン。チックスなし。え、何それ。これはポッカー。ポッカーはなんか見たことあるな。そしたらちょっと大砲もう一回行ってみようか。あ、待って、アマンガスいる。アマンガスはみんな知ってるでしょ。さあ、アマンガスゲット。え？え？ミームとかじゃなくて変身したんだが。何これ。これで行くのか。待って。はい、ん？行け！あー、あれ行きたい！あー、これ難しいな。いや、これ行けないか。行けねえ、なんだよ、あいつ。別にいらねえんだけど。これ作ったやつ適当すぎるな。お、なんか洞窟があるぞ。この洞窟にバナナキャット、もしくは猫ミームが隠されてるんじゃないか？お、あれ、これスポンジボブ？
お、ケーブボブ。なんか口キモいな。食虫植物みたいな口してる。これなんかアスレチック、あ、これアスレチックありますな。これ二段ジャンプできんだよね。二段ジャンプ使って、あ、なんかいる。え、これ高須クリニックの人。あ、ちげえ、ガベン。ガベンでした。これ何？マジで。これも登れる？あ、待って、ここなんかあるぞ。お？あ！え？何これ？穴巨人。ケツ巨人の。顔なんだろう。今のは何か分かりません。みんなが知ってるミーム欲しいな、流行りもの。ちょっとワープ機能使ってみよっか。何これ、あ、なんかこの泣きマーク押したらなんか部屋に来たぞ。何これ。ライトスキンドッグ、強そうな犬だな。ここ、あ、これもミームじゃない。モンキーっていうかゴリラじゃないこれ。そしてここはほい、これだけ、これどこ、これってもしかして隠し部屋みたいな感じか。そしたらじゃあモアイはこれどこだろう。あ、なんかあるぞ、スパイダーマン。何これ、スプーダーマン。気持ち悪、なんかなんで毛が生えてんだよ。ここがなんかモアイゾーンか。あ、待って、ミニオンいるじゃん。これはこれミームじゃない、これ。あ、ミームじゃない、これは。あ、グルー。待って、グルーじゃなくない？ね、グルーじゃなくない？ねえ。なんか見た目ちょっと違くないか？これめっちゃマップ広いな。こうやっていくのか。ちょ、今回マジで猫ミーム欲しいな。あ、なんかあるぞ、あそこに。あれなんだろう？行きまーす。なんかめっちゃお金あるよ。これ何？ティックス。ティックスってなんだろう？お金のこと？待って。てれって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 れー。てれって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 れー。彼は機関車トーマス。トーマスいますよ。これは普通にトーマスか。待って、なんか家あるよ。一回これ取るか。待って、タンク機関車トーマス。タンクなんだ。待って、これいけるか。頑張ってジャンプすればいけるか。これなんかあるよね。これ課金使わないといけないみたい。あ、でもいける。これちょっと連打すれば、あの家にたどり着けるかもしれない。ちょっと頑張るわ。たどり着けなかったんだけど。あ、もうこれはいけないのか。あ、待って。ここにもトーキングベンいる。これ何？お！あ！いや。ベンだ！あ、これあれじゃん。あの3時に、深夜3時に電話しちゃいけない。Don't call 3@3am じゃん。のサムネイルだよね、これ。これ覚えてる人いる？すごっ！これは？あ、これ違うんだ。すごっ。結構なんか小ネタっていうかなんかいるな。え？テレビなんだ。こんなとこにいて、これ見つけた人少ないんじゃない？テレビマンかっけえ。本物だ、握手してもらおう。よし、握手した。待って、タイタンテレビマンいない？これは？あ、ヌーブは嬉しい。待って、孫悟空いない？これは大丈夫か？あんま映さないでおこう。なんか高そうな服着てんな、お前。ドリップクソ。ドリップ悟空。何それ、タイタンテレビいけんじゃね？待って、タイタンテレビちょっと会いに行きたい。あ、待てよ。これ、あの足場を使っていくんだな。はい！よし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 。あ、なんかある。北極グマ。北極グマってミームなの。えい。来た！これ、テレビマン、いける？タイタンテレビマンゲットした！これは嬉しい！皆さん、ちょっとタイタンテレビマンゲットできたんで、グッドボタンよろしく。チャンネル登録もよろしく。よし、ちょ、これなんかビリビリしてんだよ。お？これ乗るのかな？何これ？これ動かせなくない？全く動かないけど大丈夫？もうこれ普通に行くか？すごっ！これ何？これ何のミームだ？アンドリュー・テイト。ねえ、知ってるミームいっぱい来て。アンドリュー・ライトだっけ？知らないよ。初めて聞いたよ。あ、でももう42個もミームをゲットしてる。皆さんどんぐらいミームを知ってますか？これ全部知ってる人いたらマジでもうインターネットマニアだよ。なんかいますね。どうせなんかくだらねえんだろ？もうわかるわ。なんか変だもん。なんかすず、あ、でも変じゃないか。何者これ？なんかお腹にストップって書いてある。え？何これ？あ、普通に人か。こんにちは。ハンク。ハンク誰？
すいません、あの降りさせていただきます。そしたらこのなんかホテルみたいなとこ行くか。あ、これホテルがいっぱい、あ、これさっき行ったね。じゃあここは、あ、待って、レモネードある。あ、ここの裏だ。パスワード4200、これですわ。これでスヌープドッグのミームがゲットできるぞ。さあゲット4200でね。4200、4200。あれどこだっけ。待って、トランプ大統領いいんだけど待って、トランプ大統領いいんだけど、どうしよう。あ、待って、トランプこっから取れるじゃん。ここ登って進んでいくと、これトランプいけるぞ。あれ今ってさ、あれバイデン大統領からトランプにもうなったんだっけ。ちょ、すいません、アメリカのあの国税知らないんで、ちょっと事情を知らないんで、すいません。トランプゲット。おお、ドナルド T やったぜ。なんで大統領がミームになってんだよ。あ、待って、何これ。え、これプーチン。わお、ワイドプーチン横に広がったプーチン。あー、レモネードの場所なんかここだったような気がしてきたな。ここだよね確か。よし来た。でここで、あお、4200エンター。来たぜ、スヌープドッグ。やったー。いや、私テキとね、ヒップホップ好きですから、やった、これはゲットしときたい代物ですな。他、待って、猫いなくね。あ、あっちか。待って、猫、あ、待って、こっち猫めっちゃいる。猫に今2匹見える。やった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 。これこれ知ってるぞ、行きたい。あー、くそ、ほいほい。いやー、マジか。ちょっと待って、冷静に行こう。はいはい、来た。エルガトっていうの。あ、エルガトってスペイン語で猫だわ。これさ、なんか可愛いやつだよね。これ鳴き声あるっけ、にゃーんみたいな。これ有名だよな、こいつ。やっと猫ミームゲットできた。そしてお前は、あ、ここにいたんだ。ちゃんと上見とけばよかったわ。よし。で、もう一匹いたんだよ。あそこ、あそこ、あそこ。あれ、どうやって行くんだ。あー、これ橋渡っていくパターン。おー、びっくりした。お前か。あ、よく見たら猫、あれ猫か、あれ猫か、よく見たら猫じゃない。なんだお前は、誰。リングスリングスとは。そしてこの上には何があるんだ。じゃこの上登ってみ、あ、こっから見たらさ、あの猫ミーム見つけやすいんじゃない。ちょっと待って、どこ、ちょちょちょ、オッケーオッケーオッケー。猫ミームあるか、猫ミーム他。いや、あの犬目立つな。とりあえずここ滑ってみるか。フォー、はぁ、はぁ、ゲットした。かわいい、カメじゃん。あ、見て、もう51体、つまりまあ4分の1ぐらいもう見つけたってことになるね。結構見つけたな。お前は、スティッキングアウトユアギャット。あ、待って、これビギーじゃない。待って、ビギーいる。ペッパピッグペッパピッグキモいな。ピギーとあのロブロックスのあの適当の初期アバター、これ覚えてる人いたらすごい。適当の初期アバターの顔だ。あとはちょっとまた移動してみるか。そしたら住宅街、あ、ここ初めて来る。あ、これ孫悟空んとこか。あ、なんか王様みたいな人いるぞ。これこんにちは。あれ、これってさ、あの大人気 YouTuber フラミンゴさんのアバターじゃない。いや、ちょっとここわかんないな。じゃあ別のとこ行くか。こん中は、あ、ここ入れない、入れない。待って、上あんじゃないこれ、煙突から入る。あ、そういうわけでもないか。とりあえずここら辺にあるミーム取っていくか。何これ、誰ですか。スプライトクランベリー、誰だよ。スプライトは知ってるけど、これはチャド。あれ、これ、これクレヨンしんちゃんのあのお姉キャラのやつ違うか。これは誰だこれは。え、これミームじゃないの待って、こんなミームみたいな感じ出しといてミームじゃないのかよこれ。いや、もう一体ぐらい猫ちゃん見つけたいんだよな。これ誰、めっちゃ怒ってる。誰に誰に怒ってんだよこれ。あ、待って、ピカチューじゃないこれ。え、うん、待って、なんか取れなくなった。あ、これバグってる、もしかして。一回やり直すか。さあ戻ってきて、これ取れるんじゃない。あ、取れた。ショックを受けたピカチュウ。なんでショック受けてるのなんか悲しいことあったんかなで、さっきこれ取れなかったよね。あ、取れ、あ、もう取ったことになってんのか。なるほど、じゃあさっきバグってたんだ。よし、他、この氷の国、あ、もう結構取ったよね。あとはこのソリの上とか行ってないな。
ここは、あ、なんだろうこれ、え、お、え、あ、なんか来た、え、なにこれで、なんか、なんかやばい人がお風呂入ってる、お風呂っていうか洗面台に入ってる、なにこれ、グローブ誰だよお前、あ、あれこれワンパンマン、あ、ワンパンマンだ、おーいいね、ワンパンマン、でもミームなのか、よし戻ろう、なるほどここに来れたのか、これ先っちょになんかあったりもしない、なんかあるの、これなんて書いてある、4個の赤いタイルをアクティブにしてロックを解除ロックを解除しても別にいらねえな、なんだあれは、そしてお前は誰だ、えい、ピクルスリック、ピクルスリックさんね、知ってる知ってる、ガスガスってお前10年15年ぐらい前の時にテキトがなんかインターネットで使ってた名前じゃねえかよ、え、なんかダークホールみたいのある、あれやば、あれ気になるくね、これちょっと行ってみようよ、これなんだ、はい、お、なにこれすげえ、うわ、なんかこれ強いのいそうだな、つ、ミームに強いとかなさそうだけど、どうなってんの、わかんねえよ、どうなってんのかわかんねえよ、あ、お、チーズだ、ストップ、え、ストップ、ゴッマン、なに、オモスカッタチーズタッチ、チーズタッチ、は、なにここ、なんだったんだよ今の、あの海賊船気になるな、あ、お、あ、待って、おかしい猫、これ何のミームだろう、これわかるかな、ちょっとこれ編集者さんに頼みますこれ編集者さん頼みます、何のミームでしょうあれは、あ、待って、ジャックスパローじゃん、ジャックスパロー船長本当にジャックスパロー船長ミームになってんの、これ下は、お、あ、バックルームだ、あ、ミニオンいるじゃん、これ今回普通のミニオンじゃない、かわいいミニオンちゃん、ハロー、お、ミニオン、あ、バックルームってなんかこう毛布系、なんか探す系に最適だよねみんなマップでこれやってるよな、いやまだ絶対あるって、あ、いたいた、あ、よくわかんないなこれなんかめっちゃハテナなんだけどおい誰だよハテナじゃわかんないって、お、なにこれ、オブンガ、あ、オブンガってなんか聞いたことあるな、あの死ぬまで追いかけられるみたいなゲームのやつか、え、なんかカエルが一輪車乗ってんだけど、ダッドボーイ、知らねえ、すごい奥が深いな海外ミームは、日本のミームってやっぱ孫悟空とかなのかな、お、ここ来てなくない、あ、待って、泣いてる、泣く絵文字、これかわいいな、もう少し猫ミーム欲しいな、人が多いな、人のミーム多いね、これ何これ、逃げろえ、待って、逃げろってことはこれなんかあるんじゃない、ここ、はっ、何これ、いえ、え、カニエ・ウエストなんでなんでカニエ・ウエストがいんの、ちょっとよくわかんないけど進むかこれ砂漠ゾーンあんまり見てないね、ここら辺になんか猫ちゃんいないかな、あ、こっちの方、あ、何これ、これいける、おー、なんかあるぞ、奥の方にバナナキャットとかいないのかな、お、何これ、ニャンバート、すげえ、あ、赤いタイルだ、あー、なんか赤いタイルを、赤いタイルを4つつけるみたいな書いてあったな、これ今回猫ミームいるのか、他にバナナキャット、あ、待って、スマーフキャットとかいるじゃん、バナナキャットとか他、あ、ポップキャットかわいい、あ、待って、ポムニとかいるじゃん、ポムニいるんだ、これダンシングキャット絶対必要でしょ、誰だお前は、悲鳴を上げるおばあちゃん、これはいらないな、これダンシングキャットどこにいるんだろう、 If you can find this meme You are a legend、 これを見つけたらお前はレジェンドだ、ってことはめっちゃ難しいんだな、ポムに見つけたい、闇の森、ほう、闇の森で見つかる森、これか、ここだなここら辺にポムニがいるってことだな、多分。ちょ、ポムニ見つけようぜ。お、なんか卵だ。エッグドッグ。卵の犬。これは？これは？これ誰だ？ダベイビー。なんで雲の上にいるの？これポムニどこだ？闇の森でって書いてあるから、多分ここら辺の、何これ？スティックバグ、
へえ。これポムニ、まあ、敵と今まで、あ、でもスーパーとか見つけてるからってことはポムニもまあ見つかると思うんだよね。闇の森ってここら辺じゃない？うわ、出たよ。あ、なんか、うん、なんか入ったぞ。ここどこだ？これ何？死ぬんかい。あ、待って、ピエロさんいる、かわいい。これ何？ピエロの絵文字、これいいね。そしてオムニマン、オムニマンゲットして、待てよ、ここ闇の森、え、待って、この孫悟空がいたところのここ、これ闇の森っぽいぞ。待って、ポムニいる。あ、ポムニだ。お前ここにいたんか。ポムニゲットした。あれ、ポムニ、あ、ちょうどジャックスしかいなかった。ジャックス、ポムニ、え、シュレックに殺された。はい、というわけで今回ね、まあ3個ぐらい猫ミームゲットできたんで、まあよしとしましょう。まあ、今後もね、多分いろいろなモーブが追加されると思うんで、まあ、もしこう新しくこう猫ミームが追加されたら、またどんどん集めていこうと思います。そして今後もね、ロブロックスゲームたくさんやっていくんで、ぜひチャンネル登録、そしてこの動画少しでも面白かったな、猫ミーム好きだよって人はグッドボタンよろしくお願いいたします。では最後まで見てくれてありがとう。さようなら。